はい、どうもみなさん、こんにちは。もち TV です。今回もウニングレミ戦車のマイクラを撮っていきたいと思います。ですね、レートの方が957と7連勝してます。ちょっとね、70までいったら取ろうかなと思ったんだけど、この前の試合が、ちょっとあまりにもね、ただのミスで、ちょっとなんか変な試合になっちゃったから、もう一回ちょっとしっかりしたやつを上げとこうということで、そうやな。この動画になっております。ちょっとネイマールが調子悪いと。やだね。ビッグバン。イブランビッチ。アリ、一緒にエイジル。いや、ビッグバンってあれでしょ？なんか韓国の、そう。なんだっけ？なんか、ガラガラガラブーンってやつでしょ？そいや、そうやん。伝わる？それで。伝わるでしょ？ガラガラガラブーンって言ってたやん。なんか、何人かわかんないけど。あ、一応でもこれ自己最高レートだわ。俺、956まで行ったことあるけど、2017。1超えてるけど。1超えた。一応。冷静じゃないのね。相手の方768の方や。ミスはどこのチームだ？ジェスカ・モスクワじゃん。ああ、トラオレ使ってくんじゃないの？お前も使ってんじゃないの？使ってくお気に入りだもん。でもなんかさ、俺らがなんかレース戦勢がトラオレ使っちゃいけないって言ってたみたいな。なんか来たよね。ああ、結構来てるよ。そう。そんなの言ってないっていうか。そう。それ動画ちゃんと言ってけば、レート戦勢の使うトラオレと、あ、これ前も言ったっけ？前も言った。何が？前も言ったけど、サイで言うと、レート戦の人が使うトラオレと、その800か700が使うトラオレの使い方って違うんだよね。違うよ。でも戦の人ってその使い方一つでもなんかすごい上手いんだよね。そう。それを言ってたんだよね。で、戦の人がそれを使うとかなりもうすごい強くなるよっていう。そう。輝きをさらに放つよってことなんだよね、結局。そういうこと。そういうことだろ。そういうことだろ。サッカー集中せよ。サイドに流れてからの仕掛けやミドルシュートは彼の代名詞と言っても過言ではないですよね。はい、今日はどんなゴールを決めてみせますか。目が離せません。ジャニッチへのボール。硬いな。わあ、すごい適当。あれが入ったらすごいんだけど。スアレスあれ入んの結構。あ、そう。あれ、半分誰だったっけ？結構硬いね。中にぐしゃっているの。それはもう変えた方がいいかもしれない。中にいる場合は変えた方がいい。まだ分かんない。このゲーム引き分け以上で昇格が確定します。ですので今日は特に負けることを避けたいはずです。おー、うまい。ライン高い、めっちゃ。ラピアン、ラピアン。すんげー、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 スルーパス。あ、あれ、アディやられた。すんげー、あー、ドゥティアリアンディ。アンディ、いたんか。レジェンドが復活したんだっけ。そういうガチャなんだよ、俺。あとは狭いとこでも少ないタッチでパスを回すので、ピャニッチはこれあるんだよ。これは無理。おお、ピャニッチこのパスできるんだよね。2017であんまりできないフラパス。結構、ああ、すごいな。トラップを要求するよ、あれ。あ、リアルサッカーやったら多分ブチギレるね、サイドバック。ワンタッチプレーを積極的に狙ってくるというデータがあるんですが、これについてはどう対処すればいいんでしょうか。そうですね、とにかく結構つなぐんだね。まあでも結構なんかセミサイドの本作はね、いいことないから自分の守備範囲を決めといて、形が強まらなかったら下げることも結構大変だと思う。常に一定の感覚をキープすることを意識した守備がいいと思いますね。セルヒオ・ラモス、ラモス、あーっと、これはいい感じ。トーン、危ねー、危ねー、危ねー。イブラの頭か、作戦は。まあそうだろう、それは。来てる。いいねー。ここね、取って。いい、持ってねー。さあ、前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。おっと、あー、前軍できなかったね。すごい、た、すごいな。ダイナミコな。行くんかい。イブラやん。キングだぞ。メインバーがいないとな、ちょっと溜めれないんだよな。サイド行きたいんだろうな。アディックからセルヒオ。あ、サイド。どうだ、イブラヒモビッチ。うわ、ナイスキー。レイのね、止めるから。もう猛攻受けてるよ。ベイ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。あー、蹴る、蹴る、蹴る。おー、いいね。やっぱ蹴るのは大変だよね。ワイドになる、ワイドに。あ、ベルからチル、外行け。自分で行く。狙いましたね。どうだ、
ミノ。それは運がいいね。運が良かった。中にごしゃってる時に外行ってキョンって、それ特にそれ。そうだね。あとはもう変えよう。この動画の趣旨にしよう。うん、合わなかったらすぐツートップに変えるでござる。ハッピーがいいんだよ。ね、技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事ですよね。参るよ。さあ、FC 東京、この重要な試合でまず一歩リードしています。取られちゃいけないね。四枚みたいな。もうしょうがないけどね。エリクセン。味方を走らせる。うん、おっと。そこ落ち着きね。トーン。お前いるよ。すごいな、お前それは。長いボールを振ります。そこじゃなかった。あぶね。スルーパスを出す。イーブラ、ストレッチ。イーブラ、怖え。スルーパスからのチャンスでしたが、イーブラってさ、スルーパスなんてなったないと思うよ。あ、そう、今全然半から。非常に効果的ですよね。パスで繋いで攻め込んでいきます。FC 東京。ここで丁寧にコントロール。緩いボール。シュート。うわ、そこ決めてよ。なんで頭抱えんだよお前。いや、そこ決めてよ。キャニッチ。回ってクルリンクルリンしてね、いい落とししたのに。キャニオは相手が削られるよ多分。できませんでした。投げてさ。素早いパスで攻め上がっていきます。なんだ。ネイマール、ネイマールもよく削られるのに。ネイマール誰やりてんだよ。そうですね。今の選手間の連携も非常にコンパクトで良かったですよね。チームとしての形になりつつありますよね。組み立てながら攻め上がっていく。いいね。メッシ。絶好の位置で受ける。ああ、惜しい。まだある、まだある。前半終了です。いやー、ペンチャス決めてえなー。なかなか硬いな。入ってまいります。ベーン。後半後半。はい、あとは相手が。まあ、ツートップ結構ハマるね、やっぱ。そうだね、中が熱い。あと1点目が怖いよね。まずは1点先制して後半へと向かいます。後半ゲームはスタートしています。すごいすごい。おお、冗談じゃないな。東京としては気持ちとしては0-0のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。FC 東京、このゲームで勝つと連勝の数をさらに伸ばします。まあ、ここのところ見ていてチームの調子はいいですね。あ、そっちはね、まだある。これ、あ、なんか入った。これがあるんですね。ちょっと危ないぞ、このパスは。あー、惜しい。エリクセン、エリクセンから前線へ。あー、そこね、なんだ。ナイスライ。でかいぞ、今のは。ベイ裏のスペースを狙う。来た。このボールが繋がります。ズドン。ああ、マジかよ。今キーパー最強になっちゃう、それ。まあ大丈夫だよ。トラ入れようかな。トラの子、うん、トラの子入れるだ。ほら、トラの子だ。誰もついてなかったですからね。フリーで打たせてしまいましたよね。俺らのトラオレの使い方みたいなのやる、うん、俺ら、まあ、一応なんかちょっとあるよね。俺ら流ね、うん。ベイル、今日ワンアシストです。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏を狙っていきます。 ある、この後。あー、この後ね、そう、これ取れるんだよ、この方面。アーチのようなパス、うん、あー、読めばよかった。そう、トラバレ言う。トラの子、うん、トラの子入れる。オーラーがトラの子だやべ、ちょ、怖い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 。いや、これ全然抜いてくる。待ってるから、サイドの場合。のこの後。あー、これが。シャラメンに来た。シャランキュー。これ、待って待って待って。あー、それやばい。ズドン。おお、ブナ、ナイスキー。ナイスハゲ。こっちキープハゲ？ハゲ。ハゲじゃないよ。えハゲじゃない。結構ふさ。いや、ピケツ、やっぱりここ、トラノコにいるしかねえ。トラノコだー。縛ろうよ。負けられないんだよな。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。 FC 東京としては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くという気持ちでね。いや、そこだよ、そこ。いいシーン。ボールのかこのパス。ナイスラ。ないよ。素早いパスで攻め上がっていきます。蹴れ。フェイル。ピョン
いやー今すごいね。ちょっとそこじゃない。そうですね。前線で前線ですからね。ここ。うん、非常にスタミナ消耗が激しいフォアチェックですよ。よいしょ。相手としては本当は取ろうとしてるからね。ここで焦りますからね。確かに冷静さを欠いた対処という。見てる勝て。しかし、うわ殺されてる。スタミナは使いそうな戦術ですね。間違いないですね。ここ持てるぞ。全体の連携とタフさが必要な守備と言えますけどもね。うん、いつまで持つかっていうところですよね。そうなんですよね。スペース出ましたね。あーっと、まだある、まだある。集中力いいですよ。この後怖い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 。ちょっとエリゼ振り切れてほしいんです。ここも固い守りでボールを奪います。オッケー。パパスタソプールです。ボールはメッシへ。いいよ。ジャニッチさあ繋がるか。あーそこね。FC 東京としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。あっと、くそ、意外と硬いな。もうちょっとサイドから行ったら今もね。ここは読んでいました。ウィリアン・ジャルワール裏へ届くか。あっとでね、出させねえよ相手が。パスで繋いで攻め込んでいきます。絶対サイド、絶対サイド、あー絶対サイド。ナイスキル。危ねー、怖い、1-0怖いよ。あ、ここコーナー怖いな。虎の子、イブラつけ。オーラが虎の子だお前イブラつけ、お前イブラな。絶対待って、相手も虎の子おるやん。オーラも虎の子だー。1-1だったらだるいな。トラオレにトラオレつけても負けるんだっけ。いや勝つ結構。相手ねフォアチェックだからね、溜めてドンでサイドで崩せそうなんだけどね、ペリペのところで。最後がねなんかぐちゃるんだよ。トラノがどこにいる。トラオレについてんね、やってるね、うん、こっちもトラオレやるから。なんでトラオレヘッド。オッケーオッケーオッケー、ナイストゥーン。このサイド絶対サイド、絶対サイド。もう一度奪ってオーケー。カウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。絶対サイドだ。サイド以外に FC 東京としてはこのまま終わりたいところですよね。オーラーが虎の子だ、ね、虎の子だ。それそれクソです。高速のあい、俺は許さないよ。それでももうちょっと深く削らないとさすがに厳しいよね。あそこに入ってたらもう本当に終わりだよ。 FC 東京もう無理にはいきません。ここは一旦キーパーへ下げます。よし、ここはね硬い。空の子、空の子、何どういうこと。よし、あーし、危ない危ねえ、マジちょっとね、最後がね、最後がね決まんなかった。でもこういう試合はやっぱり 1-0 で勝てるとそうだね見えてくるから。うん、危ねえ、勝ち勝ちや。相手もカチカチだった。前半のゴールが決勝点。いやー相手チーム力どんぐらいだったっけ。2400ぐらいだったっけ。2かな、2か3かな。もう超欲しかったな。もう超欲しい。これで5もらってたらちょっと緩いからな。お3もないんじゃん。うん、960。よし来た来た、8連勝。はい、10連勝したことあるからな。記録の方もちょっとこだわっていきたいね。まあそこに取られてやられるからね。そう、まあ、一戦一戦大事に。うん、まあ、引き分けにすれば大体いいから。うん、今やっぱりみんな結構中力高い人多いじゃん。うん、だからまあうち2500ぐらいだから。でなんか何試合かやったけど結構下げてる人もいたけどね、チーム力ね。うん、ということでまた次回のところでお会いしましょう。さよなら。あ、もう俺